コート競技場競技場。オレンジの部分がコート、グリーンの部分がフリーゾーンである。本校ではバレーボールにおける競技場について述べる。国際バレーボール連盟、または日本バレーボール協会公認仕様の競技場を原則とした。バレーボールではインフィールドをコートと呼び、それ以外のプレーが可能なエリアをフリーゾーンと呼ぶ。 コートとフリーゾーンとは幅5センチメートルのラインで区切られている。長方形のコートを2分するように中央にセンターラインが引かれ、その上部にネットが張られる。パラフレックスコート6人制、9人制では木製コートを使用することが多いが、FIVB 主催の国際大会においてはパラフレックスと呼ばれる男性合成材製コートが使用される。ビーチバレーでは 競技場は 40cm 以上の深さが必要で、きめ細かい砂地でなければならない。ラインは幅 5cm で、6人制、9人制では、ラインテープにより競技場の床面に引かれる。6人制においては、センターラインから 3m エンドラインに寄った場所にアタックラインが設置される。後衛プレイヤーは、アタックラインを越えて、フロントゾーン側でアタックができない。 またリベロはオーバーハンドでアタックラインを越えてセットを上げることができない。ビーチバレーではテープが使用できないため砂地と明確に異なる色のリボンを使用する。リボンは柔らかいアンカーで競技場に固定される。成人男子用のコートの広さは下記の通り。一般成人用のフリーゾンの広さは下記の通り。6人制においては2015。 16シーズンから最低6.5メートルに改定された。競技場の高さは最低12.5メートル必要とされている。高さ1メートルの位置で1000リッター X から1500リッター X と規定されている。ビーチバレーにおいてはナイトゲームにこの規定が適用される。ネットは10センチメートル角のメッシュ状で上部及び下部に白帯が置かれる。 ネット下部白帯から上部白帯までの垂直方法の長さは1メートルである。ネットのサイドライン直上にはサイドバンドが設置される。成人、高校用のネットの高さは下記の通り。アンテナは直径1センチメートル、長さ1.8メートルのグラスファイバー製、または相当品製で10センチメートル間隔で赤白のゼブラ状に塗り分けられる。 ネットの垂直方向幅が1メートルなので、ネット上部の空間には80センチメートル出る、形態となる。6人制、ビーチバレーでは、サイドバンドの外側に接して設置される。9人制では、サイドバンドの外側20センチメートルに設置される。6人制、9人制では、サブスティチューションが待機するエリアとして、ウォームアップエリアが置かれる。ありがとうございます。